ニルス・ウィルヘルム・ゲーゼは、デンマークの作曲家、指揮者、音楽教師。北欧諸国の音楽界の近代化に貢献した。作曲家アクセル・ゲーゼは2番目の妻の間にできた息子である。コペンハーゲンの楽器職人の家庭に生まれ育つ。17歳で、コペンハーゲンの王室オーケストラで、バイオリン奏者として活動を開始し、1842年、自作の 公共局第一番を提出するが、コッペンハーゲンでは演奏が拒否された。しかし、これをフェリックス・メンデルス・ゾーンに送付したところ、積極的に受け入れられ、1843年、メンデルス・ゾーンの式で、ライプツヒで初演してもらうことができた。そこでゲーゼも同時に転出、ライプツヒ音楽院で教鞭を取る傍ら、ゲバントハウス管弦楽団の副指揮者を務めた。 メンデルスゾーンと進行を結んで創作活動において重要な影響を受けたほかロベルト・シューマンとも親しくなった。1847年に恩人メンデルスゾーンが没するとライプツィ・ヒゲバントハウスの主席指揮者の地位を引き継いだが翌1848年にデンマークとプロイセンの紛争が勃発するとデンマークに戻った。その後は コッペンハーゲン音楽協会の終身総裁に就任し、新たにオーケストラや合唱団を設立した。また、オルガン奏者としての活動も始め、ヨハン・ペーター・エミリウス・ハートマンから、コッペンハーゲン音楽院委員長職を引き継ぐ。1852年には、ハートマンの娘と結婚した。晩年は、北欧の音楽界に権威ある教育者として、名を成し、後に、エドバルド・グリーグや、 カール・ニール・センダに影響を与えた。コッペン・ハーゲンにて没。北欧の作曲家としては、ソナチネ・アルバムにも名を残したフリードリヒ・クー・ラウやデンマーク国外の進歩的な作曲家と進行を結んでいたハートマン親子も諸国で名声を博したが、特に、ソナタ形式に関係する気楽ジャンル、公共曲や室内楽を重視したという点において、ゲーゼが、 北欧音楽史上に果たした功績は大きい。八つの公共曲、バイオリン競争曲、室内楽、いくつかのピアノ曲、カンタータの大作、コモラや、妖精の娘、演奏海洋上曲、オシアンの余韻作品1などがある。作品の多くは、メンデルスゾーンやシューマンの影響が濃厚だが、中には、デンマーク民謡に基づく作品もある。クリーグのピアノ作品集、 序上場小曲集の中にゲーゼという大の商品がある。これは1893年に発表された第6巻の第2曲で作曲の3年前に没したゲーゼへの回想のために書かれた曲である。ありがとうございます。